出てきたか下の音楽あ探してますあで,もにあるので大丈夫先の引き寄せの法則。 さてやってきました。きののの引き寄せの法則の時間ですこの番組は30分番組なんですけれども、私、占中咲のフリートークと、ザ・シークレット・ザ・マジックを使って、実際に引き寄せの法則をやっていってみようじゃないかという番組です。皆さん、最後までお付き合いお願いいたします。えっ、ー、とね、今ね、G キャスをオンにしましたよ。えー、とね、皆さんね、 うんあのね今暑いでしょ本当に沖縄のねあ昼間ね活動するとやっぱり暑いなって思いますね、うん、だけどその暑さの中私はこの1週間何をしてましたかって「うんまいったわあのね自分でやると決めたからには」 これれを乗り越えななけけばいけない今その山に立っている山を登っていっている、まあ、自分のねお店を出すということでね活動してますよはいここでメッセージきましたねみやちゃんペオンザビーチさんありがとうございますこんばんは私ですってね <laughs> 今日はないのかしらこのねフレーズはうんね今日もねいらっしゃい あのね私ね、沖縄市、小座でねお店をやるんだったら家の近所だからね、別になんかテクテクと言って、いろいろ物事、何かをやればいいかもしれないんですけど、私の場合は、うん、金でお店をやろうとしているので、沖縄市から金まで高速乗って通わなければいけないんですね。うん、宮ちゃゃんぺ私です再びははいいいいらっしゃいませ、はい うん、そ金まで通ってるんですよ、私、うん、毎日金まで通っていてで、何をしているかというと、大、あ、家、のーうん、さん、本契約を交わしました、そして私のね本当に、まあ、もう感謝してもしきれない保証人になってくれた友達、でこれで不動産を通して。 契約成立かと思いきやハンコが足りない箇所があったりとか、うん、サインが足りない場所があったりとかでもう一回やり直しとかねハライチャライカッチャンさんサーキーマーナちゃんこんばんちーっはいこんばんは今日はモンチッさんもいますようん女の子だらけよ今日ねこのブースの中はねうん かっちゃんさんいらっしゃいそう私はね金にね通いまくってでやっとやっとあのハンコを吸って嫌ねハンコをスってほんと怖いもうなんか何あの書類に2部あって大家さんと不動産と私と保証人さんのハンコが。 割んガツンと押されてうわもうこれだけでもうもうなんか頭おかしくなりそううんはい私がねこんなね頭ね抱えた話をしてる時になんですけど「かっちゃんさん女の子だらけいいね」っていいでしょあの男だらけのね佃煮みたいなのもね より女の子でね程よくねいる方がいいよね佃に思えるよね男がいっぱいいるとねそんな中に飛び込んでみたらどうなるんだろうって感じですけどねうんそうだよ女の子だけようん楽しんでってくださいえっとねなにえー、っと基本契約をしたでしょでね あのね本契約をしましただけど次にやらなければいけないことまず電気が通ってないので電気を通さなければいけませんよって言われて分かったってどこに行けばいいのってうるま市の電力会社ってあ近いじゃないと思って名義変更をしなければいけませんって言われて私はね沖縄のね自分のアパートの電気代だけでもね 具合が悪い、高い高よねなんかまた古いクーラーだから電気代が謎に高いそこにねあの何また恐ろしいこと言われたんですよね聞いてたらもう頭がおかしくなるもうこれもまた犯行犯行押さなきゃいけないあの何ていうのかな動力 電気使っただけじゃなくて動力っていうのがあってまあワット数っていうのをなんかはっきり言っていまだに訳分かんないんですけどまあお店によってはそのテレビ画像をつけたりとか看板のライトをつけたりだとかお店の中の照明あと音響とかそういうのに対応できる。 あのワット数がなければブレーカーがバスンとすぐ落ちてしまうから反対にそれを受け入れられるぐらいの器がある物件に直すのにもまた手がかかるしでかといって私の契約した物件は基本料金だけで9000円とか言われて9000円プラス使った分の動力なんかよく分かんないけど電気代とプラス別の電気代。 私は電気代貧乏じゃないかと思ってもうそれだけでなんていう私は恐ろしいものをねえ抱え込むんだって頭を抱えたんですねでもねこれをやらないと次工事が始まらないそして工事おじいさんが大家さんがねあのまあがら堂にしときましょうって 余計なものは、ね、いらないなんか変な前の方がちょっとお食事どころみたいなのを作ってたのかなその部分がないっていう風にしときましょうって大家さんのね気持ちでねやってくださるっていうことでありがとうございますってでその後私の知り合いから、えー、これも選んで選んで悩んで悩んでどの方にしようかとあの 私が求めている空間を作ってくれる人内装工事入りますねうん。お茶が届きましたタイガーさんありがとうございますもうこの暑い暑い中に金までかっ飛ばしていってそして私はこんな頭を抱えることをやってるのよねうん。みんなでもこれは乗り越えていってますからねみんな乗り越えていってるのよ だから私だけじゃない山は険しく感じるかもしれないが乗り越えていきましょうっていうことねそしたらきっといいことがあるんだと思いますはいあらポソケン君くんケンさんはーもう聞いてるだけで泣けてくるわうんーなんかこ,こういう時にね あなた私本当つらいの?」って言えるメンズがいればよかったけどね今すぐそこにいないもう一人でもう登るしかないうんそうそして大家さんとまた古い大家さんだから「わしともいろいろ家族になったわけだから仲良くし,ねかしなければいけないぞ」って言ってで保証人の友達も駆けつけてくれて 親さんの家でお茶をいただき、そしておやさんも契約を交わした後なんかまあ表情が穏やかになったというか、おやさんが言ったんですね。契約を交わすまでは他人というか、まあ敵でもあるって。契約を交わせば家族だから、何でも言いたいこと言い合って、あの前に進んでいこうじゃないかって、困ったことは何でも言いなさいって言ってきたんですね。うん もうなんかな本当にこれを乗り越えればいいのよね今日ね私ねそんなことをねやってる間にねもうねあれやこれやお金のかかることとか考えたらヒヤーってなって反抗するだけで助けてって思ってそんな時にそうだここはマジックでお金の項目があったわよねってそれをね また、ね、読み返して今やってるんですねそうするとうん気分がねなんかうん大丈夫だって思えるようになってきましただからね今日はねその項目を改めて私がね必死こいて今唱えてるんですけど、えー、皆様もね今日もね一緒にねその項目についてあのお伝えしていきたいと思います。 はいポソケンさん神様からの試練よね毎日が試練よねそれを乗り越えようと頑張ってるサキさんは輝いてると思うありがとうございます私も <laughs> とんでもないことを始めよう,始め始めようとしたなみたいな試練うん今日はね,あのねついでに私がねあのあのやってるね金運アップの うん、ちょっとことやっていることを皆様にお伝えできたらいいなと思ってます。うん、まあなんかこれやってるとねなんかねお金にはね苦労してないような気がするんですよねまあこういうふうにいろいろ頭を抱えてますけどね、うん、えー、とね今日はねその話をねあのマジックの本を通してやっていきたいと思います。えー、この番組では メッセージを募集していますメールアドレスは761 a ットマーク fmcoza.jp ですファックスは098-934-8653ですまた FM コザではツイキャストユーストリームで映像と音声を配信しています、えー、そちらもお楽しみくださいそれでは、ね、ここで、ね、一曲いきたいと思います今日は、ね、やっと戻ってきました私 ずっとルルイス・ミゲルから、ね、浮気ししてたんでしょだけどねルイス・ミゲルに戻ってきたのはなぜかというと私の、えー、っと大,大切な人、うん、スペイン人の人なんですけどねルイス・ミゲルを私に教えてくれた人その人がねこの曲を送ってきてくれたんですね私がヒーってなってるせいかなこれを聴きなさいってねそれでこの曲をしました。

はいいかがだったでしょうかルイス・ミゲルでしたねあれなんか声がね違うんじゃないのってこれねうん本人なんですよねなんかあのルイス・ミゲル本当にマイケル・ジャクソンみたいにもう子供の時からねずっと歌い続けてちょうどこの曲はいくつぐらいなのかな15、6歳わかんないけどなんか青年の 少年の時かなみたいな。うん、それで今も歌ってるでしょ。だからすごいなと思ってね。これをね、あの今日かけてみました。ここでメッセージが来てますね。はい、これは関西弁でいきましょうね。さきさんこんばんは。なんだかんだで仕事が増えて。 1> 1週間が早い私です先週はラジオを聞き逃してしまい今日は何とかメッセージを送れそうです私の方は先々週の金曜日に友達が野良猫の赤ちゃんを保護して家で飼えないかと検討しているうちに友達宅で猫が亡くなり泣きながらの抱擁を私たちたち的にできうる範囲でしてやりました 友達とつけた名前は「あああ」と泣いていたので「ああちゃんでした」何枚か撮った写真でアルバムを作っ,て作ったりしてしばらくもに服していたのですがやはり3連休が終わると一気に仕事モードになりましたそして先週の金曜日は四条河原町の高島屋の屋上のビアガーデンに職場の飲み会で行ってきました やはり暑い中でのビールは最高でした。黒ビーブルも飲んでみましたよ。沖縄もビールは美味しいですか京都よりはるみねさん。はい、メッセージありがとうございます。うん。あら、猫ちゃんね、保護したのにね、亡くなっちゃったのね。泣いちゃうよね。私もね、なんか、うーん、辛いよね。 私もね、沖縄でね、よくねあと、つい、あ、先週か、ついこの間ね、車を運転してたらね、もうちょっとや嫌なんだけど、こう、ひかれてね、倒れてる猫ちゃんがいたのでね、ああと思って、私、そのまま放り投げてたら、絶対ぺしゃんこになっちゃうのも嫌だから、もう一回戻ってねあの、そういう猫ちゃんを見たときは、もう一回戻って、 あの路地隅っこにこう避けてあげるもう,もうなくなってるけどね避けてあげることにしてるのせめてできることそのまま放っとくのもね嫌でしょだから私ができることうんそうねまあなんか保護してもね弱ってたからでもうんこんなによくしてもらえてあーちゃんもよかったんじゃないかなと思いますね うん、そしてビアガーデンビアガーデンねいいですね私も大好き私ビアガーデンいったらもうここずつばかりにもうすっごいいっぱい飲んでしまうと思うな、うん、そう沖縄もね暑いですからね私ねお酒をねやめよるとか言いながらね結局飲んでるのよねビールをビールね暑い沖縄にねビールが美味しくてでねオリオンビールをねガブ飲みしてる うん、ちょっとねちょっと体型をちょっと気をつけなきゃと本当思うんだけどお腹飛び出てきてるだけどビールが美味しくて飲んでますよ私もはるみねさんもね仕事も頑張りつつ美味しいお酒楽しんでくださいねメッセージありがとうございますはーいえー、とね今日はね みあちゃんペアオンザビーチさんから「ビアガーデンいいね」ってそうお腹飛び出てきてるのよなんかねこの間ね聞,聞かれたんですよね私何とうとう妊娠したのって「違いますこれビールバラです」ってただお腹が太ってるだけなんですってなんかね太り方がね何なのよね私顔が最後手足は最後 もうお腹からうら、ん、もう土管体系。うん、いやね、ま、う、あ、ん、でも、水泳も行かなきゃいけないしね、ちょっとね、うん、でもやらなきゃいけないこといっぱいあって、うん、でも、ちょっと息抜きでね、うん、酒ばっか飲んでないで、私も息抜きで、ちょっとねス、スポーツにね、ちょっと頑張ってリフレッシュしていきたいなと思ってますね。はい。えーとね、今日はね、 何をやりなさいっていうのがありましたかってね皆さんも忘れてるんじゃないかなと思って「魔法のお金」うん「うん、ヨガでもしますか?」ってみやちゃんペからねヨガねヨガもねなんかね体が柔らかいとね代謝が良くなって痩せやすいって聞いたのよねで私ねあのねすごいねストレッチもしてるんですけどね なんかなまだ、あ、だんだん硬くなっていくよね。はい、あ。ありがとうございます。なんかね、メッセージがね、来てますね。あ、メッセージね。えー、っと、メッセージじゃなくて、何をするかって、魔法のお金よ。私は、お金について、よりここで感謝をしないといけないと思って、私やってるんですね。 感謝は豊かさをもたらし不平、不平は貧しさをもたらします。うーん、やばいな、私もね、感謝しなければ。うん、もしあなたの生活にお金が不足しているならば、お金について不安,不安や戦望、嫉妬や落胆、猜疑心や恐怖などの感情を抱くと、ますますお金が入ってこなくなることを理解してください。えーとね あーなんかね今あるお金に感謝しましょうってこれまでの人生で私に与えられたすべてのお金に感謝しますこれを唱えましょうってなってますね私はね今やっていることはねトイレに入るでしょトイレが汚れてるとね必ず私はね片付けるようにしてますうんそしてちょっと誰かがもう汚い人いるよね何これって。 もうティッシュのペーペーで落ちてるそれも紙いただくわって片付けるのそしてえー、っと三角形にね女子が好きをね三角形に折ります、うん、その時に唱えるんですねこれまでの人生で私に与えられたすべてのお金に感謝しますそしてより豊かになりますありがとうありがとうありがとうって言いながらお手洗いを出ることにしてるんですね 皆さんもね、もしよかったらやってみてください。ね、綺麗になって、そして次の方が入るときね、気分もいいじゃないですか、そして自分もね、心に唱えて、気分よくやっていけるということ、はい、いかがだったでしょうか、また来週ね、月曜日夜10時、さきの引き寄せの法則、お相手は私、浦中さきでした。皆ささんおおやすみなさいお茶ありがとう